赤丸チャンネル。ちょ。こんにちは。パワプロ。パワプロ。はい。はい。今日はクロスナイン高校。ね。うん、でまあ根本さんにも教えてもらって、はい、まあ、前回も話になりましたけど、はい、ピッチャーね、うん、作ってないじゃないですか。そうなんですよ、はい、あのアスレティス高校でだいたいもう全部ポジション行ったんですけど、はい、ピッチャー能力低いじゃないですか。低い、作ってないし、最初に作ったハーカーとかじゃないですか。そうそうそう、でも、まあ、いろいろ勉強して、はい、今回は最高のピッチャーを作りましょう。作ります。しかもクロスナイン高校、はい、ハイスコア11,095点。そう、これ昨日の夜やったら、うん、結構出たんですよ。そうなんですね、はい、ということは11,100点いかなかった罰ゲームですね。また罰ゲームするんですか。やっぱり期待してるんで視聴者が。そうですか、うん、まあまあ今日もねしないで。だからあれじゃん、やっぱ罰ゲームはそのちょっと切れてるからそれ全部引き抜く。いや、おしゃれ。全部ガッと引き抜くっていう、ダメージもっと作るっていう、うん、はい。そうか、こうやってチョキチョキチョキって真ん中も入れた方がいいんじゃない。ここ、うん、だってこう一直線に。でもちょっとおしゃれですねそれね、はい、ちょっとセクシーになっちゃいますけどね、うん、そう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 、ここにこうやってピッて、うん、あ、そういう服結構いいかもしれないですよ。いいんですかそれで罰ゲーム。まあ、私は着ないですけど。さあじゃあやりましょう。はい、はい、罰ゲームあるんでね。はい、頑張ります、はい、前回ギリギリだったですからね。ギリギリでもクリアすればいいんですよ、うん、じゃあ名前はなんかこう、あ、じゃあ今までで一番憎いピッチャーグリーン。じゃあグリーンにしますか。グリーンにしよう。グリーン、右投げよ、グリーンは、はい、ではイベントデッキこんな感じです、うん、はい、じゃあ行きます。これと、招き猫でいいか。校長室。校長先生、大事な話とは何でしょう。クロス君、ものすごく言いづらいのだが、この学校の廃校が決定したよ。ガーン、なるなる、それはなるよ、それはなる、ガーンなる。その4校のうち2校が潰されることになった、うん、目立った実績のない我が校が残るのはとても、イエーイ、私は絶対にこの学校を生き残らせてみせます。雷、不穏な天気だな。さあ始まりました。始まりましたね。回避するために、あ、実績強い甲子園、おお、そうだね、はい、うん、アイドル、そうです。すごいねこのストーリー。はい、ね、さあじゃあもう、で漫画家の島本先生の原案による逆転劇シナリオですもんね。すごい、すごいっすよね。そうですね、うん、じゃあここ2人いるからここに行きます。スタミナは光ってない時は選ばないぐらいの意識でも、あのタッグが発生していない時はスタミナがお得。なるほど、うん、ただ今スタミナ選びたいです。うん、これ3人イベキャラがいるんですよ。なので一応ネモさんが言ってるだけだから勝手に。そうですよね、うん、これあの我流というか、そうそうそう、里目もあるからね。そうですよね、うん、里目も言っとこう。はい、これはいいと思います。臨機応変かね。そうです、そう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 、はい、あんまりねがんじがらめになっちゃうとね、はい、縛られちゃうから、やり方に柔軟性持って。あやめもでも今のはね3人いたから絶対あそこだって思います。うん、そうそうそう、ネモさんもねそこはそこだよって言ってるよ。はい、あとネモさんの動画見てね結構勉強してるんで、うんうん、そう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 、だからね熟知してるよ。はい、そうです、うん、グリーンは。さあ次も普通の、じゃあここだ。さあ合宿。落雷のショックで人格が入れ替わってしまった、うん、入れ替わり発生。そこでアイドルと入れ替わっちゃうんですよ、うん、さあじゃあこっからですよ、こっから、まあ、ただちょっとここがめっちゃ大事なんですよ、うん、9月の1週目に歌のアイドルバトルステージがあるんですよ、うん、なので今緑が G アーサーで G じゃないですか、うんうん、ちょっと上げたいんですけど、あとここのレベルを全員一緒に、まあ、近くすればいいんですよね、うんうんうん、全財の色を緑にしちゃうか。ああ、それもいいね。はい、うん、それで緑で練習したら、うんうん、全財めっちゃ強くなるよ、うんうん、ちょっとそれ言ってやってみようかな、うんうん、全財で、うん、方向性を変える、うん、箇所、うん、したら9上がる、うん、いいね、これであとはなるべく、あ、これいいな、うん、それいいね、これいいですね、うん、
結構いいんじゃないかな。歌唱。本番が始まっちゃった。アイドルがこんな状態だし。ガチャガチャ言わないで。野球部がアイドルバトル出るわけですからね。で、アイドルが野球部になってんだもんね。はい。あ、1位はないけど。ん？え？え、結構上げたのに。ダメだったよ。45まで上げたのにダメでしたね、うん、次あるいいじゃダメな次紫だダンスレベルを揃えることに、うん、そしたら 25? うん25一緒ぐらいなんだよまあでもちょっと一緒ぐらいになりますね、うんうんうん、黒さちゃんだけちょっと低いけど、うん、お来てるおレベルが22と21で近いんで、うん、90% クロスなんですいいねクロス練習おクロス練習おいい感じ。あ、100% だ。本当最高。お、すごいね。うわ、スーパークロスだって。はい、パーフェクトクロスもありますから。これ普通のチーム評価上げたいし、メンタルにしようか。そうだね。よしよし。光ってる。あ、でもクロス練習じゃないですね。うん、まあいいか。1% だったらいける。いけっしょ。いける。けどまた次が心配ですね。うん、来てもらって。お、クロス練習。クロス練習だけど怪我率49です、うん、これはもう休むしかないねはい、デートもできないし、うん、まだバーを使う時ではないと思うんですよね、うんうん、クロスラインお、しかも金だよいや、でもここです、うん、生でも、うんうん、ってことはい、うん、あ、1395 あ、まずまずですね、うん、じゃあ、セクションに行きます行きましょうあ、入れ替わり、いきなりさあ、こっからが勝負です、うん、じゃあ大本田くんを紫に変えてみようかな、うん、ちょっとやってみます、うん、大田くんをむらさき、ダンスそしたら優勝できないかなさあ次バトルステージがあるので上げちゃいます、うん、でもこれでアイドルバトルステージだいぶいい気がするんですけど、うん、いける多分優勝テーマはダンスわもう私ダンス得意なんで、うん、優勝したのお優勝優勝優勝めっちゃポイントもらえます本当だイエーイ二刀流もつかんだ、うんでも次が次は青なので、うん、G だよ青今誰もいないので誰もいないやばくない多分もう青はやばいです、うん、はい青に一人移動させてもやばいです、うん、そこは難しいところだねそうなんですよもう一回レッスンあとは数字を揃えることを、うんうん、まあまあみんな近いですね、まあ、クロスさん以外は、うん、もうこれだなあおジョーバ博士はいわおあ、来たあ、来た初ちゃんこれ、ここで出るの初めてです ねこれ結構危ないんですよいや、行かなきゃこれ成功したらいいんですけど成功しなかったらグワーなるんですようんそれはもう、そこはもう初期のパワープロのサクセスできた時からあったからあ、そうなんですかそう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 それも行くしかないでしょ、だってはぁ、どうしよう、何にしようんどれどれパワーアップしたい、元気になりたい、うん、パワーアップしたいか特殊な技能を身につけたいぐらいですか、ね、どっちかだね、うん、パワーアップんでも特能もいいんじゃんもらえるかなじゃ金とか出んじゃん特殊な技能ちょっと行ってみますあ行ってみようよ行ってみようよ行け特殊な技能そうですそのためには危険を伴います成功率もえ、それでも特殊な技能を身につけたいですか、うん、つけたいつけたいつけたいいけいけそうですか、わかりましたでは治療を始めましょうあれあれ高瀬、大丈夫大丈夫、博士神にでも悪魔にでもうわ、怖い目が怖い目怖い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 どうであれ今、あっていう声が聞こえましたよ誰かから怖いノミの心臓になってしまった
これ飲みの心臓消さないといけないってことですかね、うん、大丈夫だ、そんな大怪我じゃなかった、大怪我なかったよ、だって飲みの心臓の人いっぱいいるもん。そうですね、うん、大丈夫大丈夫。さあ練習、アクロス 60%、 このハートも消費しちゃうと思うんですよ、うん、そうだね、もったいないから、でもまあタク踏んどくか、うん、お、来たよ、お、すごいの、お、来た、ほら、パーフェクト、ほんとパーフェクトクロス、おー、すごい、パーフェクトクロス、イエーイ。まだ来てる、あー、でももう普通のですね、まあいっか、お、お、来たよ、いい、お、お、お、あ、両方 70% だ、うん、じゃあ、こっちの方が良さそうですね、そうだね、告白よ、お、告白、ほら、なんか執着して追いかけてない方が本当だね、彼女来ますねなんだこれ、今回全然追いかけてないのに自然だね、はい、彼女になった、うん、よしよし、クリスマス間に合ったね、間に合った初だよ、初、初ですね、うん、初の、あ、すごい、うん、全然追いかけてなかったのに、全くね、うん、向こうから来た、うん、手編みのマフラー、あ、こんなこともあるんだね、はい、全然力入れてなかったのに一番早くできるっていうね、はい、全く一緒に練習しようとか思ってなかったのに、うん、しかも3のめちゃくちゃ高いわけでもないのにね、うん、そうですね、うん、まあ、クロスちゃんはちょっとあれかな、推しが強いタイプなのかな、うん、お、いいですね、 70% か、まあでも、うん、使いましょう、お、しまつ、スモーレいっちゃうの、いきますよ、あ、ここにクロスさんは来ないんだね、あ、でも彼女来ることもあると思うんですけどね、そうなの、はい、もうここはなんか上手くなりたいでいいですかね、上手くなりたいでいいんじゃない、ここは、 ここはポイントもらいましょう、うんうん、そんなくれないんだね、はい、そうなんですよもうなんかあんまりでしたね、うん、お、お、あ、まあ 80% だけどいいですね、うん、さあさあアイドルの時間だ、でもこの次のアイドルバトルステージは諦めた方がいいんですかね、うん、そうなの、青誰もいないんですよ、うん、そうだね、誰か赤にしなきゃいけないよね、そうですね、もう次のために誰か赤にしましょう、あ、じゃああれなんじゃない、最後の緑も行かないといけないから、はい、紫は誰か、麻生さんと全財は置いといて、はい、紫を誰か赤にして今度赤の時にもう一人紫を赤にして、うんうん、で最後緑の時に誰かその中から緑にすれば、緑、いいです ね、 ね、何が優勝できるから、はい、してよ、そうしましょう、うん、じゃあまずは紫を赤ですね、うん、これでみんなだいたい40弱になって、そうそうそう、40、まあ、一旦ではクロス上げます、大、うんうんうん、田くんを、大田くんを、赤だからビジュアル、うん、よし、これで、うん、入賞ぐらいはしたいな、やっぱ優勝はできなかった、あ、入賞もできませんでした、だっていないじゃん、これ捨てたじゃん、この大会は、あ、間違えた、そうだ、これは捨てたんだった、あ、間違えたそうだった、そうだった、これはもう捨てたじゃん、そうだそうだ、この大会はもう落選だ、そう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 、いいんだいいんだ、もう次の2回優勝するっていう、そう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 ですね、じゃああとはレベルをなるべく揃えるって、あと1回で、うんうんうん、47という、まあでもこの2人はね、ところがいいですよね、クロス練習がちょっと少ないと思います、次皆さん集まってください、うん、はい、リーフです、うん、まあリーフなんで出ない可能性高いです、うん、そうなの、はい、あ、だだ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 、来た来た、お、光ってる、あ、バントしようとしてる、これ変化球でいきますか、うん、あ、高めじゃない、高め、高めのストレート、高めのストレートいきますか、インコース高め、あ、ナイスピッチ投げちゃった、ほら、よっしゃー、配球いいやろ、いいですね、
ほぼ低めに進化じゃん。低めのインコースでいいですか、アウトコースでしょうか。どっちにしよう。よし、あエラーエラー、うん、スローカーブで、スローカーブ、スローカーブでも威力がちょっと弱いですよ。カットボール、カットボール、カットボールでインコースボール球からね。インコースボール球から、そうそうそう、ボール、いいねいいね、インハイストレート、インハイストレート、よし、いいね、スローカーブ、アウトローに、アウトローに、うん、おーしよしよしよし、じゃあ何を決め球にしますか。だスローカーブをボール球に投げようよ、振るかもしれないから。あーボール球に、ボール真ん中低めのボール球に、真ん中低め、この辺ですね。もうちょっと下、もうちょっと下、もうちょっと下、もうここまでしかいかない。あそこそこそこじゃあ、やべえ、ふう、おえー、おー、まあ、もうよしよしよし、ツーアウト、ツーアウト、カットボール、インコース、カットボール、インコース、やっぱ私の配球と全然違います、私適当にやってるんで、カットボール高め、ボール、ボール気味ね、ボール気味、インコースいいですか。そこでいい、そこでいい、あ、はい、よし、追い込んだ、低めのスローカーブ、低めのスローカーブ、インコースね、低め、インコース低め、この辺でいいですか。いいね、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 あ、ミスしちゃった、ボール、じゃあ進化行こうか、アウトコース低めに進化、この辺で、うんうん、よし、お、打ち取りますね、いいですね、勝ったー、うわ、ちょっとリード勉強になります。いい、ね、私いつもストレートインコース低めいっちゃうんですよ、初球。もうパターン化が、お、いいね、あ、あ、お、セクション2で4500いってる、高くない、結構いいと思います、ね、はい、彼女もできてるしね、そうですね、やばいな、これ罰ゲーム回避しちゃう、あ、わかんない、この場合もギリギリだったからね、そうですね、まだね、わかん、何があるかわかんないんで、うん、いや、はい、でもなんか面白いね、いや、めっちゃ楽しいです、この方法、考えるしね、はい、いいです、しかも、うん、そんなに難しくなく、でもちょっと考えないといけないっていうところが、ね、でも次回ね、はい、アイドル大会2回優勝するからいっぱいもらえるから、ね、もらえます、うん、罰ゲームは回避かな、やらせます。